はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。カンボジア首都プノンペンの街を Google ストリートビューしてみようシリーズです。はい、BKK1 ストリート57、8年前はねこんな様子でした。 Google マップでね見れます。現在ねどのようになっているかをね皆様にご紹介したいと思います。はい、ビジネスチャンスがあるかね投資チャンスがあるかをねじっくり見ていただけたらと思います。私もねこれ安全運転でね皆様にお届けさせていただきたいと思います。はい、ここはですね学校前で、学生たちがね集えるようなねこう屋台ストーリーになります。はい、小腹をねすかしたところをね満たしに来ている形です。はい、こちら右側ですけども、閉まってますけど日系のねおにぎり屋さんになります。4時になるとですね2ドルのおにぎりがね1ドルになりますね。1ドルを狙ってね行ってるわけじゃありませんけども、まあ日本でもね4時になるとお腹空いてねコンビニで肉まんとか食べたりしますよね。たまたまそれが4時であるという感じです。はい、左側がね、ザンドというね、人気のねアウトレットショップです。 BKK1 ではこれ2店舗目になります。はい、この先ずっと行きますとここね寿司ホンダです。右側ですけども、はい、正面にあるのがね A2Z ストアです。こちら24時間のストアになります。非常にね便利です。はい、次がねストリート322、左に曲がりますと私たちの JCT コンドミニアムになります。こちら両サイドにあるのがですねお花屋さんで、若い女の子がね経営しております。で非常にねこれ流行っております。今お花屋さんどこでもね流行っております。今カンボジア人の男性の方ですけども、女性にねお花をプレゼントするっていう習慣が非常にこう根付いております。ですからねお花も、日本並みで値段が高いです。はい、これまた、ね、何かの情報でね記憶していただけたらと思います。はい、ここもですね24時間のストアです。ここ生鮮食品があったりとかね、私の、大型のねパックのねオレンジのジュースが美味しいのでねよくね買いに行きます。はい、この角がですね、美人鍋、コラーゲンのお鍋です。はい、お鍋もね先日食べに行きました。でランチメニューもね充実しておりますのでね、よろしければご利用いただきたいと思います。はい、こちら左側がね昔からのねマッサージショップです。日本人の方ご記憶あるかもわかりません。はい、57ストリートで一番ここいいところです。木が入っててですね、左右に、カフェショップがあります。はい、この右左肩の方ですけども、ブラウンカフェが2店舗あったんです。1店舗今これフェンスしてますね。何かね建設する予定かもわかりません。はい、こちら右がねカンボジア発の、スターバックス1号店です。今ねもういっぱいいろんなところにスターバックスあります。この辺りもね一番ねそれと57のいいところで、ただねコンドミニアムの建設が乱立してます。乱立するのはいいです。便利がいいですけども、ただです。あ、こちらですけども。左が昔ねクメール料理で有名なところ、今ね右側の店に移っております。はい、建物乱立するのいいんですけどね、これカンボジア人オーナーだと思うんですけどね、いつ完成するか分かんないですね。8年経ってもね建たないっていうね、この前の YouTube みたいな建物がねこの辺ねたくさんあります。はい、そのためね街が全然綺麗にならないね。また建設現場こういうのやってると安全じゃないですからね、この辺ね歩くときはちょっと上見ながら歩いた方がねいいと思います。はい、これ先ほどね昔クメール料理があったことです。非常に大きいところですけどね、これ今今後ねどういう開発をするのかね楽しみです。はい、その前にはねマックスバリューがあります。はい、BKK1 にはね2店舗ねマックスバリューがあって非常に便利です。はい、よく言えばね、10時でなくて11時閉店だったらいいなっていうのが私個人の意見です。以前はねここ右曲がったところに小さな形でマックスバリューがありました。あれが1号店だったのかな、あれですけど、はい、今はねいっぱい小さなカンボジア人のお店があります。はい、ここですけどもね、2ベッドルーム主体で建てたねコンドミニアムで、うちより早かったんですけどね、もういっぱいの入居率で、もう中国人がこれ一棟ごとねカンボジア人のオーナーから買い上げて、今ね中国人だけにね貸してるような状況です。はい、これブラウンカフェです。私ここが一番いいと思いますね。おしゃれですし、でスタッフの対応いいです。特に、セキュリティとかねこうパーキングのところのスタッフが非常に対応いいですね。鍵渡したらねもうねパーキングまでやってくれます。はい、いつもねこう通るとね手振ってくれるんですけどね、彼はねこの前ねうっかり私の鍵をね持ってね帰ってしまってですね、1時間半私はねカフェから出ることができなかったんですよ。すいませんすいませんって言ってましたけども、まあねミスですからね、いや別にいいよっていう感じで全然怒ってませんね。はい、本当にいい彼です。はい、この辺りもねいっぱい店で入れ替わりが激しいですね。カンボジアのビジネスね甘くないです。はい、これ先ほどの24時間ストアです。はい、オレンジジュースがね私は美味しいって言ってましたけど、実はねここね5分間ぐらい停車してたんですよ。はい、これがねカンボジア人のクラブ
がですねリニューアルオープンで、ね、人がいっぱい集まってました。はい、この角もねチャニーズさん2回目です。2回目ダメで次3回目の回収です。はい、こうストリート310ここ右に曲がれば今高級寿司屋店がですね2店舗あってしのぎを削っております。はい、カンボジア昔の中国みたいですね。発展途上の際に、ね、すごく寿司屋がね流行るっていう特徴はすごく似てます。はい、みんな富裕層がねいっぱいできてきたということです。はい、ここをね、ストリート322何度も見ますけど私たちのカンボジア初のプロジェクトジェシティコンドミニアム16階建てファミリータイプがあります。はい、ここ下っていきますと今遠くにですね東京タワーが見えてます。はい、あのテレビ局のねアンテナになります。はい、このストーリーはですねあの食べ物屋さんがねたくさんあります。はい、ですねで、あの音楽教室があって日本人のお母さん連れてきてます。はい、ここは先ほどザンドアウトレットショップです。はい、ここね今43階建てのコンドミニアムを建設してますけどもね非常に建設会社悪いです。朝5時から器具を動かしたりとか土日休みなくやって夜遅くということで、ね、非常に悪いです。もう全然応援する気ないですね。はい、この辺りもねフードショップいっぱいありますけど行ったことないです。おしゃれだから一度行ってみたいと思います。はい、東京タワー、テレビ局のとこですけどもここもね底地今売りに出してます。ただしねもう広すぎてですねもう全然ね話にならないですね。不動産あの小さすぎてもダメですけどね大きすぎてもダメです。はい、こう屋台通りのところでもういっぱいです。もう学生だけでなくてですねもう大人もね集まってね小腹を満たしに来てます。私もねたまに来るんですけどねもう社長やめた方がいいですよ生物危ないですよってね言うんですけどねもう火通してたら大丈夫だろうっていう形でね美味しい私来てます。はい、今度ね南から北に上がってみたいと思います。はい、東側の店舗見ていきます。はい、ここねさら地ずいぶん長くなってますけどね今杭工事やっております。はい、なんかねコンドミニアムかなんか建てようだと思いますよね。これどういうプロジェクトかね楽しみにしております。はい、これ先ほどの、学生、ね、屋台ストーリーです。はい、あのこの先ずっと行きますとこの黄色い建物がこれクラブであの人気あったんですけどコロナ以降ねちょっと閉まってるのかなと思います。はい、先ほどの、おにぎり屋さん4時になると1ドルになる、明太子おにぎりすごく美味しいです。2ドルちょっと高いかなと思うのは個人的な感想でごめんなさいという感じです。はい、ずっと上がってますね。この先角に行きますと、ね、インターナショナルスクールがあります。カンボジア人に非常に人気あります。なぜかと言いますとカンボジアでもインターナショナルスクールね会話するのも子供にね小学生でもねもう月1500ドルか2000これもう普通の家庭生かすこと絶対できません。はい、それが月謝500ドルぐらいなんでカンボジア人の中でも裕福な人たちが成功してる人たちがねいっぱい会話します。この学校人気でこの上の方にもね本校があります。拡張どんどんしてます。はい、ここ寿司本田です。はい、でこのね次オレンジのところはねこれコリアン鍋でねビュッフェ形式とってます。これ非常に美味しくてね安くて美味しくていいです。はい、一度ねお試しください。私何回か行ってます。はい、次私たちのストーリー322ストーリーで左に曲がればねジェシティコンドミニアムになります。はい、この彼がねさっきやり手の若いお姉さんがやってるねお花屋さんです。アレンジメントねうちコンドミニアムのお花いっぱいやってもらってるんですけどねすごく上手なんでね皆さん使ってみてください。でこの隣がねベトナム系のカフェショップになります。これ人すんごくいっぱいで、ね、こう道が渋滞するんですよね。はっきり言ってねコーヒーね美味しくない部類だと思うんですけども人集まってます。ただねフードがいいです。あのパスタとか、クラブサンドイッチとかですね3ドルぐらいでね結構ね美味しいですからね使ってみてください。はい、これ先ほどねクラブリニューアルのためでお客がいっぱい集まってねこの路中です。はい、この路中もねもういつまでカンボジアできるか。あ、この上の方に見えてますかねこれ新しいコンドミニアムですけどもこれ1年間で30 3階までここまでねあの外観まで仕上げました。はい、内部はまだ見たいですけどもねもうむちゃくちゃですよ。夜中も工事やってっていうことですね。もう中古人こういうと平気にありますから。あ、これ先ほどね、インターナショナルクールの、本校です。はい、いかがでしたでしょうか。これねブラウンカフェの前のねカフェショップです。これね雰囲気いいんですけどなんかサービス悪いから人が入ってませんね。このインターナショナルスクールです。はい、中華系のインターナショナルね非常に本県公安多いです。やっぱりね中国の人進出多いです。はい、本日は2021年の1月末の撮影になります。はい、いかがでしたでしょうか。皆様のビジネス&投資にですねお役に立てていただきたいと思います。以上カンボジア不動産チャンネルこれで終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。この先行きますとシアヌークストーリーになって角に PPCB 銀行できて非常に今便利になってます。はい、どんどん発展していく、カンボジアのストリートビューでした。皆さん本日もご清聴ありがとうございました。